レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、2023年シーズンの F1 で行く手を阻む全てを粉砕する圧倒的な強さを発揮したが、レッドブルの先輩でもあるデビット・クルサードは、その謙虚さに感銘を受けたという。フェルスタッペンは22 20戦19勝をマークし、表彰台を逃したのはシンガポール GP だけという素晴らしいシーズンを送った。 ほぼ常にライバルより早かったフェルスタッペンだが、そのアドバンテージが常に大きかったわけではない。2005年から2008年までレッドブルに在籍していたクルサードも、フェルスタッペンを称える一人であり、その勝利を求める姿勢に惨事を惜しんでいない。クルサードはモーターズポート .com の取材に対し、これほどミスが少なく、これほどダメージが少なく、 これほどハイレベルなパフォーマンスを見るのは本当に驚異的だ、と、フェルスタッペンを褒めちぎった。クルサードは、中でもフェルスタッペンの謙虚な姿勢に驚いたという。これほど高いレベルの成功を収めているにもかかわらず、彼がこれほど謙虚でいられるのは本当に信じられない。前にも言ったけど、すべての功績は彼の母親、ソフィークンペン、父親、 ヨスフェルスタッペン、などの家族、人格形成期に彼と一緒にいた人たちのおかげなんだ。素晴らしいマシンに乗った、本当に波外れたドライバーを目の当たりにした。しかし我々はチェコ、セルジオ・ペレス、が非常に才能のあるドライバーであり、グランプリウィナーであることを知っている。ペレスは今季序盤に2勝を挙げたが、 その後は特に予選での成績が振るわなかった。フェルスタッペンが2024年もこの異業を繰り返せるかどうかは未知数だ。レギュレーションが安定していることから、マシンのデザインが収束してくるため、レッドブルは慎重な姿勢を崩していない。クルサードはフェルスタッペンの来期について、全てはマシンの状態次第だ、と語った。 だが、今年のようなシーズンを再現できる可能性について、マックスは十分に現実的だと思う。不可能なことはないけれど、もしそうなったら驚異的なことだよ。優勝争いに絡めるだけのマシンが用意されれば、間違いなく彼はレースに勝つだろう。問題は、競争相手は誰かということだ。フェラーリがロングスティントでのペースを上げるのか ベルセデスが突然飛躍できるのか答えはたくさんあるが今はまだわからない。